エアコーチはアイルランドのダブリンに本拠地を置くバス会社、ファーストグループの子会社であるダブリン空港発着の高速リムジンバスを運行する。また空港駐車場やダブリン圏のプライベートハイヤーの契約バスも運営している。エアコーチは1999年に元バスエールンの社員であるジョン・オサリバンによって設立された。2003年に 会社の90%を1500万ユーロでスコットランドのファーストグループに売却した後2005年に残りの10%を150万ユーロでファーストグループに売却したエアコーチは2011年のアイルランド物流輸送賞において総合物流輸送優秀賞を受賞したまた2014年と2018年のフリートバスコーチ賞では アイルランドインターシティバスオペレーターオブザイヤーにも選出されている。エアコーチは定期路線に加えてダブリン空港でのシャトルバスや契約路線も運行しており、レンスターラグビーのオフィシャルコーチサプライヤーでもある。エアコーチは以下の5路線を運行している。新型コロナウイルス感染症の世界的流行に伴い2020年9月現在以下の路線を運行している。 2014年から2020年までの間に製造された52台のプラークステンパンサーを搭載したボルボ B11R 客車を運行している。トイレ付きの49人乗りとトイレなしの53人乗りが混在している。ダブリン空港の駐車場シャトルバスは12台の連結式メルセデス・ベンツ・シターローを使用しており、2006年のライトエクリプス2台、2013年の ライトストリートライト2002年のメルセデスベンツしタアロディジットがスタッフ専用のシャトルバスに使用されている。ありがとうございます。